にちは。亀まゆみと三人姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでございます。今日はですね、届きましたのは種類は違いますが、必ず商品的には定番のものです。で、本当は定番の時にはちょっとサニーをコスプレをね、皆さんもあ、またそれですかってね、なられると思いますんで、なんかちょっとこう3人をコスプレしたいなと思ってるんですが、チラッとだけ、ちょっと暑いからちょっとだけコスプレしてみますか。好きでしょ3人。よし。本日は、何人かわかります？何でしょうか3人ちゃん。ちょっとこれコスプレしてみますかね。あらら、どんどん自分から顔突っ込んでいきますよ、3人は。よしよし。こっち向いて。まっすぐ向いて。わかりますか？はいはい。お猿さんです。お猿さん。はい。あなたがお猿さんで、これ開けたら、サルサが入ってたら面白いんですけど、サルサではございません。海苔でございます。はい。ここ開けるのね。はい。海苔ですよね。はい。ほうほうほう。あらら。はっはっは。こんな感じでした。あら、はあ。今までとは雰囲気違います。今までは一つ同じの中に、だいたいビニール袋みたいなとこ、ビニール袋系に入ってるんですが、3つ入ってますね。3つ。これ10枚が、10枚が3つですかね。ごめん。有明海産の焼き海苔です。よく1000円グルメの場合、40枚とか50枚とかあるんですけど、これはちょっと高級だそうです。でもこれいいですね。10枚ずつだとやっぱりね、30枚、40枚、50枚入ってるともう最後の方になるので、どうしてもね、こう開けて、こう蓋きちんとしなかったらしけったりね、するんでね。これは、1000円グルメでちょっと高級な、有明海産焼き海苔10枚入り、が3つで、合計30枚ですね。はい。どんな焼き海苔ですか？ん？有明海。はい。ということで、本日は焼き海苔でございました。ありがとうございます。どうもサニーちゃんが、猿に見えないね、サニーちゃん。ね、猿に見えないよ。どうでしょうか。お猿に見えますか？さっき正面に。